チャオ、あっちゃんです。今日は6月21日、ね、昼3時10分なんですけども、コメントが、ちょっと待って、なんか動画が立ち上がってる。コメントがね、返せなくなっちゃった。もうガチャ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 って映ってた、すごく時間かかっちゃって、動画でお返しします。ごめんなさい。2日前やから、19日ぐらいにくれた人から、19日の時にね、コメントくれてて、ざーっと返してたんで、その後、昨日病院行ってて、一昨日は日曜日やったんかな。それね、日曜日。19日日曜日がね、ちょっとね、ある程度まで返せて、そこからちょっとね、力尽きちゃったんで、動画でお返しします。まず、NACA、NASA、さっちゃんさん。はい。あっちゃん初めて初コメします。毎日あっちゃんに癒されてます。鶏ハムの動画見て、鶏ハム作り中です。でも焼きそばも食べたくなっちゃった。鶏ハム2日前やからそろそろできてるかな。はい、美味しいんで、はい、おそらく美味しくできてると思います。はい、楽しんでください。焼きそばもね、美味しいですよ。一平ちゃんの店の焼きそばね、わさび味美味しかったです。でもね、UFO もなんかわさび味で出てて、昨日買ってきました。はい。でもね、やっぱり自分で作ったフライパンで作る焼きそばは美味しいですね。はい、昨日カレー焼きそば、焼きカレー焼きそば作ったんで、ぜひ作ってみてください。で、さくらさくらさん。はい。嫌だ消さないでって、どんなお姉ちゃんもお姉ちゃんだから、ネガティブなことも人間だもんって普通のこと。お姉ちゃんも辛いことさらけ出してくれたから、私もきっとみんな、もお姉ちゃんの心を自分をさらけ出せたと思うんだ。今までずっと大切な記憶消さないで。私はどんな時も我慢しないでほしい。ネガティブになってもネガティブなことを言って言いたくなることを、ごめん噛んだ言いたくなることって誰でもあるじゃんって、含めて、全て含めてお姉ちゃんなんだよ。はい、あっちゃんの大切な妹ってなんかね、言ってくれる通り、消しません。残しておきます。全部あっちゃんやもんね。いつもありがとうね。で、続いて、はい、さくらさくらさん、また、はい、本当にあった怖い話のところ。聞くのが昼間でよかった。これ夜聞くとめっちゃ怖い。っていうか、あっちゃんは夜7時過ぎ、7時に家出たから、8時前ぐらいに体験しました。めっちゃ怖かった。真っ暗で怖かったよ。はい。またね、怖い話します。はい。はい、リエララさん、一平ちゃんの夜店の焼きそばにくれたコメントで、こんにちは。息子ちゃん優しいですね。片付け手伝ってくれると助かりますね。見た目はともかくその気持ちが嬉しいですよね。そうなん。子供ちゃんがね、ちょっとしたこと手伝ってくれた人はすっごい嬉しいよね。でもさ、疲れてる時に手伝ってくれへんならカチンってくる時もあんねんけどでもね、ほんと優しい子供でよかったなって思う時はあります。はい、で、さくらさくらさん、父の日の動画に、お姉ちゃんまたなくしたのって、前も出てきたから絶対出てくるよって、小声で言ってもダメ、早く探しなさい。はい見つけました。はい、お洋服と一緒に脱いでやってました。何回なくしても出てくるね、奇跡のピアス。やっぱり光る内閣持てんのかなでもね、ミキちゃんにもらったピアスも何個かなくしてるんやけどもね、結構ピアスってなくすんよね。でもね、意外と出てきたりね、不思議です。はい、で、かなちゃまんさん、ポテチ濃い味のね、極うまのやつにもらったコメントで、あっちゃんにおすすめしたいものがあるので、アルミホイル、おすすめしたいものあるんですが、アルミホイルの上に乾燥パスタを並べ、そこにお好みの塩や醤油など何でもいいからかけ、オーブンでチンするとポテトチップスみたいにパリパリのおやつができますよ。試してください。試します。前にね、パスタをね、揚げて塩かけてっていうのをやったことあるんだけど、オーブンではやったことない。はい、やってみます。ありがとうございます。で、さくらさくらさん、寝る前の雑談で、お姉ちゃん昨日はありがとう、この動画で嬉し涙で眠れたよって、お姉ちゃんを心から大好きって思うんだ、これからも 大好きなお姉、大切なお姉ちゃん、
ちゃんも、ね、美沙ちゃんは大切な妹です、はい、あのこれからずっとね一緒に好きでいてくださいね、はい、ねウルフマンさん、アウル、うん、一平ちゃんの夜店の焼きそばにもらったコメントで素朴な質問です。現在お仕事お勤めはされてないんですか？生活保護、病気療養中。これねこの前違う動画でコメあのお返事させてもらいましたけども、お仕事はネットショップしてます。はい、生活保護はもらってません。病気療養中でもありますけども療養しても治んないです。はい、ね、サクッといきましょう。藤原すみえさんはひらがなに載せて大丈夫だ。はい、ここはもうちゃんと終わってますね。はい。返事待ってます。はい。で、あ、駄菓子の瓶ですね。多分ラムネっぽい、ラムネの粉っぽかって、軌道に入りそうになってむせちゃいました。はい。な感じです。はい。はい、コメントとかいっぱいくれてます。ちょっとね、うん、あの足早に行かないとね、間に合わなくなっちゃうから。はい、やっぱ書くより口で答える方が早いね。はい。ごめんね。なんか手抜きみたいで、はい、松崎佳代子さん、はい、松崎佳代子さんメールもらってて、はい、はい、今ちょうどねメール読ましてもらったとこ、うん、佳代ちん、佳代ちん、ビンラムネ初めて見たって駄菓子屋懐かしい、今度行ってみようかな。あっちゃんは誕生日いつですか？血液型は何型ですか？タバコ吸いますか？はい、ね、あっちゃんは、年12月3日生まれです。で、血液型ね、見えないけども A 型です。はい、几帳面な A 型です。あの、お部屋は見ないでくださいね。台所の動画は見なかったことにしててくださいね。はい、タバコね、やめました。若い頃に吸ってた。若い頃にちょっと吸ってたけど、吸っててね、あの咳が出てなんか息ができんくなってやめた。そこやめる年じゃないだろうっていう時にやめた。はい、はい、ってことです。はい、あ、続きかよちん、タバコは今妊娠中なのでやめてます。また吸おうかと思いますが、吸わない方がいいです。あの、うん、子供ちゃんができたら、子供ちゃんにもやっぱりね、あの煙がいっちゃうし、はい、おっぱいからもね、なんていうの、タバコの成分出たりするから、で自分の体のためにも今やめられてるんやったらそのままやめてください、はい、あとねタバコ高いから節約になります。はい、頑張って楽しくやめてください。あの頑張ってうやめないとって思ったけど、タバコをやめることで肺もきれいになるし元気になれるんだって、楽しいよって思ってやめてください。はい。はい、約束です。はい。はい、ね、泉さん、はい、ね、父の日のコメントで、私は父の日によくカレーライスを作ったりしてましたよ。お父さん絶対喜ぶよ、手作りの。うん、で買ってきたもんもすごい嬉しいし喜ぶし、っていうかね、本当ね、息子とか娘からね何かもらえたらお父さんってすごい嬉しい。ね、やっぱり、うん、だから日頃ね、特にお父さんってお母ちゃんよりお父ちゃんの方がないがしろにされてること多いから、お父ちゃんってすごい嬉しい。それが手作りやったらめちゃくちゃ嬉しいと思う、うん、いいな、羨ましいな。うちの子もなんか作ってくれたら嬉しいんだけどね、うん、はい、で、鶏ももの親子炒めのところに、エミロジャーさんかな、はい、コメントいただいているのが、あっちゃんこんばんは、体調が良くなったみたいでよかったって。私は風邪でダウンしてます。大丈夫ですか？はい、もう2日経って大丈夫ですか？無理しないでくださいね、うん、風邪はね治り際が重要ですから、はい、で親子丼やなく炒める発想はなかったです。これ今度真似させてもらいます。鶏ハムも昔1回だけしか作ったことなくて、あっちゃんに奮起されてまた作ってみます。はい、あっちゃんもね作ったことなかった。なんか鶏肉炒めてなんかしようと思って、うん、で味付け何しようかな、トマトにしようかチーズにしようかと思ったけど、なんか変わったことしたんだって、さって炒めて醤油味にしたんで、醤油味したらこれ卵落としたら美味しいぞと思って、じゃあ火止めてとろりしちゃえってその場で浮かんだアイデアです。いつもこんな、あっちゃんの料理はこんなんです、はい、で、ね、鶏ハムね美味しいしヘルシーやし、で自分で作ったらすごく安いし、で、天下物とか
保存料入れへんからね、すごく体に優しいし、うん、また、うん、作ったことあるんやったら作ってください。はい、ね、はい。で、てんてんさん、てんこさん、はい、あっちゃん目線が聖子ちゃんっぽくて可愛く見えた。うわ、嬉しい。あっちゃん聖子ちゃん好きやって、うん、まあ、聖子ちゃん、てかみんなね、聖子ちゃん派、明菜ちゃん派とかいっぱいあったけども、あっちゃんはみんな好きやった。聖子ちゃんも明菜ちゃんも好き、きょんきょんも好き。いろんな女の子のちょうどの80年代のなんていうのかな、あの聖子ちゃんカットでフリフリな衣装着たあのアイドルが好きやった。あんなになりたかった。でもその頃は男の子やったからマッチさんになりたかった。なんのこっちゃね。はい、ね、はい、ニーレイさん、デスボイスですね。デスボイスですかね。はい、はい。よくわかんないけどデスボイスかな、はい、悪魔の声出るかな。で、出ません。はい、テヒョーランランドさんかな。はい、お腹すいた。2日前何時頃のコメントかちょっとわかんないけども、あっちゃんの動画見てお腹すいて。すいちゃった、ごめんなさい。よく飯テロって言われてます。はい、見る時間を気をつけてください。はい、ね、やらないか安倍さん、チャオ、あっちゃんです。はい、あっちゃんじゃないです、安倍さんです。はい、鶏肉大好き、あっちゃんも大好きです。はい、はい、引き続きやらないか安倍さん、地震が来たら壊れそう。意外とね、このデスクランプね、強そうでね。子供ちゃんどこ置いたかな。あ、子供ちゃん持って行ったかな。なんかね、家族でお気に入りで取り合いしてんのよ。で、パタパタパタって畳めるから、ほんまにね、こんなバーになっちゃって。子供どこ持って行ったんやろ。帰ってきた聞こう。出せたら説明できたらよかったんけど、昨日ね、下の子が触ってたんよ。あれすごいお気に入りでね、あったあったあった、あ、こんなとこ行ったの。ほら、こうなるから地震でバーンなって何かででも潰れても壊れないと思う。すっごい、うん、しっかりしてんのよ。アルミかな、ジュラルミ、アルミかなんかで、うん、で、ほら、充電式やから地震来て停電中でもランプになるのよ、ね、で、USB やから、ね、携帯の充電器とかでも何でも充電できるしね。で、パソコンとかからも充電できるし、まあ、停電になってたらパソコンとかも充電できへんけどね。なんかそういう供給してくれるものとか、あとほら、携帯用のハンディバッテリーからも充電できるから、これ地震の時とかは逆にすごくいいかもわかんない。うん、あーちゃんのこれ買ってよかったなって思ってんの。すっごい満足してんの。うん、よく使う。子供時々夜ね、おトイレ行くとこれつけていく。そんなに使うかみたいなね。ほんまにね、懐中電灯代わりにも使えるし、いいです。はい、おすすめです。はい、で、なお J さん、あっちゃんはじめまして、はじめまして、初米ありがとうございます。お米って本当に美味しいですよね。あっちゃんの想像ご飯美味しそう、ありがとうございます。はい、お米ね、あっちゃんは最初ね、奈良に住んでてね、うん、近くのお米屋さんでずっと買ってて、お母ちゃん買ってきててんけど、お米がまずい、お父ちゃんもお米がまずいって、お米まずいまずいって、違うのに帰ろう違うのに帰ろうって、何回も銘柄変えるけどお米がまずいって言ってた。で、お父ちゃんは、ね、結構、まあ、うるさかったんやっぱりお米にはね。で、お母ちゃんはやっぱりそのほらお買い物地元でしかできへんかったから、車持ってなかった、乗ってなかった、自転車しかなかったから、お米も近くで買ってきてたんで、だからまずかって。で、あっちゃんが何歳ぐらい、二十歳過ぎぐらいの時かな、隣町の桜井市にお米のね、卸屋さんみたいなのができて、そこ行ったんね。そしたら全国のお米売ってた。秋田とか新潟とか福島とか、ね、東北とか、ね、なんかそんな扱ってて、そこでね、秋田小町買ったかな、一番最初。その時にお父ちゃんがこの米うまいって言って変わったんよ。うん、でもその時あっちゃんね、もうお米は嫌やって思ってたけど、美希ちゃんがね、うん、奈良へ来て、で、あっちゃん家のお米食べた時にまずいって、やっぱり違うっていうね。だから一回、うん、福島の方から取り寄せてみようっていうことになって、取り寄せたら違う、
美味しかったそれでね、うん、だからみきちゃんと結婚してお米の美味しさを知りました、はい、っていうことです。でね、想像ご飯はね、なんかみきちゃんのアイデアがほとんどかなそんな感じです。はい、松本美代さん、美代さんかな、しずくさん、はい、美代さんかな、はい、ごめん、あの頭悪くて漢字読めないんです。はい、あっちゃんのお話上手でめっちゃ怖かった、娘と聞いてたんだけど次回もお話楽しみにしてるから体験談たくさん聞かせてね。はい、2本目ね撮りました。2本目そんな怖くないけどもね、それも体験談です。はい、ね、うん、怖い話はねするのも怖いんです。はい、まあ、できるでこれからね夏に向けて怖い話いろいろ作っていきたいと思います。はい、またねこれから時々あげると思うんでよろしくお願いします。はい、沢子さん、むせるかなと思ってたらやっぱりむせました、あっちゃんかわいい、はい、むせましたあれはダメ、うん、ほんまにむせる、うん、はい、でも美味しかったよ。はい、はい、ね、駄菓子のね瓶のやつにコメントで、引き続き、ポテチ濃い味のね極うまタンタンに、コメントもらったんが沢子さん、70点気になるけど迷います、この間の大崎カレーパン味はハマってしまいました。カレーパン味ね、ほんまにねカレー味じゃなくカレーパン味なんで、ね、あれあっちゃんもハマってでね、もう売ってないの、うん、コンビニとか見てんけど売ってないの、どっかまたね、うん、薬局とかスーパーとかでちょっとずれて売るところ探しに行かんとあかんなと思ってねはい、で、はい、ミルキークイーンのひろこさんあ、ひろこ、うん、ねここにも、私もミルキークイーン大好きです、少し小粒でツヤツヤで初めて惚れたお米です、もっともっと料理動画見たいですありがとうございますミルキークイーンのひろこさん覚えました。はい、そうすごいね、炊いた後ツヤツヤになってお米が立って光ってんのよ、うん、何回かどうかで光ってるって見せたと思うんだけどね、ほんま美味しいですよね、うん、ミルキークイーン食べると他の米にも変えられないよねただね、あっちゃん一回ね、魚沼さんのコシヒカリのね農家直のやつをもらった、みきちゃんのお友達 の実家が お米作ってて、めちゃくちゃ美味しかったんよあれが、もうそれ以来怖くってよう食べてない戻れんくなったらね、お財布からすごい勢いでね、お金が飛び出していきそうな勢いになるミルキークイーンはね美味しいけど意外とリーズナブルなんですよね、はい、ちょっと高いけど、はい、もう美味しいですね、はい、ちゃん大好きです、はい、嵐125アミさん、はい、ね、報道されてない前のね梅田の事故のあれのところにコメントいただいて、プリウスはペダルが軽いからあれってそうなんだよね、プリウスペダル軽いからね意識失っちゃって足ポチョンって乗せてしもたらもうアクセル踏みっぱいになっちゃうんだよね、でボンってなった時にアクセルが離れて、あとは惰性でどんどんどんっていっちゃってんやろね、うん、ちょっと前の事故やけどやっぱ怖いよね、うん、そういうね本当にやろうと思ってとかいうかもうね本当になくなっちゃってるけど自分の意識と反して車が動いちゃうっていうのも怖いもんね、でもそれって自動車で対策できるかって言ったらまだ難しいしね、そうなっちゃうと自動車の値段も上がっちゃうし、だんだんね自動車も面白くない自動車になっちゃったりするしね、まあ、そこちょっと難しいとこなんですよね、はい、であっちゃんね昔ね保険屋さんといろいろ対話するのに、事故鑑定士みたいなね、交通事故鑑定人みたいなことをね仕事じゃなくね半分趣味でやってた、だからねいろんな事故見てね事故現場と車見たら大体事故の状況分かったりするんだけどね、うん、懐かしいな昔やってたよ、うん、ね、またできたらそれも、まあね、まあ趣味でやってたからね、うん、まあ面白いってことだけど、うん、だから結構科学なこと好きやから、うん、人が何を言おうが結局科学立証で証明できんねっていうのをしてたんよね、でも科学で立証できない霊的なものもあるからね、世の中不思議なことがいっぱいあります、はい、まあちょっとねコメントとは全然違うお話になっちゃいましたけども、はい、ね、まみちゃんまみちゃん、はい、コメントありがとうございます、こんばんは、あっちゃん、ご飯動画とても気に入ってます、毎回楽しみにしてます、子供ちゃんにか、必ずどうって聞いて、子供ちゃんおいしいって最高、そうなんよ、ご飯作ってね、やっぱりねあっちゃんいつもお昼一人で食べたら食べて自分でおいしいやけども誰かに食べてもらっておいしいっていう言葉が嬉しいし、
で、美味しいの言葉だけじゃなく、まずかったらまずい、どこがどうまずいっていうのを聞きたいのね。だからいつもどうどうって来て、美味しい美味しい言ってくれるから、もう美味しいって言われたらすっごい嬉しいしね、うん、作った甲斐があるよって思うの。で、もしまずいって言われたら、じゃあ次は絶対美味しいって言わしてあるからなって思って、また面白いものを作りたくなっちゃうの、うん、だからそれがあっちゃんの楽しみです。はい、ね、お料理も半分趣味みたいなもんです。はいはい、ね、さやちゃんね、さやちゃんやね、確か、うん、あの昨日ね、うん、みんなにこう呼んでって言われて、うん、さやちゃんやったと、はいさやちゃんって呼びます。あちゃんこんばんは。私今眠くない、周期みたい、ここ 2,3 日寝るのが夜中の3時頃、お互い体を壊さないようにしようね。今日はあっちゃんの声聞きながら早く寝ます。あっちゃんおやすみって、はい、あっちゃんもね、なんか眠くない周期です。うん、なんかね、やっぱりな、女性ってこうね、バイオリズムじゃないけど、この体の波があってね、生理前とか排卵期とかって眠くなる、眠くならない時期があるらしいよね。でこの前も、ね、あ、最近また眠くないなと思って、ルナルナ見たら排卵期って、あ、そうなんだみたいな。あっちゃんね、自分でそういうの管理できへんしてよく分かんないんだけどね、いつももうルナルナで管理してます。はい、とね、さやちゃんも、はい、ついついね、ついそう呼んでしまいます。はい、ね、眠れんくってもね、お布団で横になって目つぶって、うん、あちゃん動画を聞きながら眠りについてください。ね、お互いね、本当は体壊しちゃダメやもんね、うん、元気でないとね、動画も楽しめない、あちゃんも動画上げられないしね、見てくれる知ってる人もね、見てもらえないし、はい、お互いに体を気をつけましょう。で、いろいろ楽しみましょうね。はい、みめぐさん、寝る前の雑談、わーいって、ありがとうございます。喜んでいただいて嬉しいです。あっちゃん本当ね、動画開けてもらって喜んでもらうことが本当嬉しいんです。はい、とね、それとも本当コメントも嬉しいんです。ただね、お返しできへんのがすごい心苦しい。はい、だからね、今日はちょっとね、動画で お返事させてもらってます。手抜きでごめんなさいね。はい、でのぞみちゃん、さすがあっちゃん、どんどんチャンネル登録数が増えて私も嬉しい。ありがとうございますね。のみちゃんもね、ほんまね、最初の頃から登録して見てくれてたもんね。うん、ちゃん覚えてます。はい、で、ね、ほんとね、付き合い、まあ、長いというか、あっちゃん の YouTube 始めたらまだ短いけどもね、結構ずっとね見てくれてて、はい、嬉しいんです。はい、でね、自分のことのように喜んでもらえるのは本当嬉しいです。はい、もうすぐ1000人、本当嬉しいです。もう1000人なんて想像もしてなかったし、絶対もうね、そんなの遠い遠い世界の話やと思ってた。それがね、今更新してみます。991人になって、あと9人に1000人なんです。嬉しいわ。ほんまね、いっぱいお友達できた。YouTube してよかったです。はい、ありがとうね。で、かおりさん、はい、あっちゃん寝る登録者900人突破おめでとうございます。ありがとうございます。はい、かおりさんじゃなく、かおちゃんでしたっけじゃあちょっと忘れてはないけども、ちょっとね、いろいろとね、ダメなんです、バカなんです。はい、はい、かおりさん、かおりちゃん車大好きなかおりちゃんは覚えてます、ありがとうございます。はい、もうあと9人で1000人、ほんまね、3日で100人ぐらい今のところ増えてんのよね。もうほんまありがとう、ありがたいわ、ほんま嬉しいです。はい、でね、はい、これからもよろしくねで、ちー渡辺さん、ね、その子ライト可愛いです。これ、それで車中飯を楽しみにしてますね。うん、車中飯で絶対使えると思う。うん、ほんまこれね、重宝してんのよ、うん、モアエコのって書いてあるけどね、これ多分すごい時間つけられると思う。うん、ね、何時間ぐらいつくか今度試してみようかな、ね、フル充電にしてつけっぱで、うん、次の日までつけっぱでほっといてみようかな、そんなんやってみようかな、ね、はい、
ね、車中飯では必ず使えますくらいとかね、昼間はいらへんからね。でも昼間もね、昨日撮ったの暗かったから持って行ってもいいかわかんないね、うん、今度からそうします。はい、ね、ありがとうね、はい、はい、ピアノレッスンさん、あ、おかまの鶏釜飯、あ、鶏釜飯じゃない、鶏ハムの時に流れてたね、あのロミオとジュリエットの音楽、あれあれです、あの時計の時報やねんけどね、時計が壊れてとんでもない時間に時報が時々鳴んのよ。で、あれは1時間に1回かなの、毎時0分になるはずやねんけど、最近ちょっとねボケてね、違う時間に時々鳴んので、あのタイミングでロミエとジュリエットが鳴ってたよね。はい、さすがね、ピアノレッスンさん、ピアノでロミエとジュリエット弾いてたかな、あれ、あのね、音楽分かって、そうで、リョウが、ロミエとジュリエットって何って言うから、あのオルゴールの音楽、あれで分かったの、すげーって言ってたよ。はい、でね、ロミオとジュリエットはね、あれはベローナかな、イタリアのね、あのジュリエットの、あのベランダ、あ、これ行ってきたよ、ミキちゃんと。うん、で、ね、ジュリエットの像があって、うん、ね、ベランダがあって、そこのとこ行ってきた。うん、なんか、ちょっとよかったよね。ミキちゃん上登ってロミオとジュリエット紹介を撮ってんけど、みんなしてすごい並んでたからやめたんやけど。はい、でジュリエットのね像があって、あれ何やろ、ブロンズ像っていうかな、があって、黒いのね、もう酸化して、でもおっぱいだけピカピカに光ってんの、みんなおっぱい触るらしい。なんか幸せになれるって言って触っていく、あっちゃんも触ってきました。あ、手つきやめとこ、変な人やまる。ミキちゃんも触ったよ、うん、みんなで、うん、ミキちゃんノーじゃん、あ、ノーはしょっちゅう触ってました。はい、ごめんなさい、しょうもないところで下ネタ入れました、ごめんなさい。はい、ね、はい、ね、うん、まあ、そんな感じで、はい、でした、うん、これはね、りょうがすごい、さすがこれはあれでよかった、すごーって言ってたから、うん、はい、後で、うん、りょうからのコメントとして、入れさせてもらいたいかも分かります。あと、まきあいさん、あちゃん、ありがとうございます、ありがたい、ありがたく嬉しいお言葉が、今まであっちゃんのようなお返事をくれた人がいませんでした。どこか私も背伸びしていて結構疲れてましたって、自分の正直な気持ちを話させてくれたあっちゃんパワーが新鮮です、ありがとう。私頑張らないとついつい、怠けちゃう自分がわかるから頑張っちゃうんだけどさ、頑張らないように頑張るからなって笑っちゃいます。それね、ね、あっちゃんね、やっぱりね、あっちゃんが、あっちゃんがじゃない、あっちゃんと関わってくれた人、すべての人が幸せになってほしいなって思うから、頭で考えてこうお話しするんじゃなく、心がね、なんか言ってる言葉っていうのかな、心がこういうコメントのお返しとかね、言葉になってるような気がするのね。だからあっちゃんってほんとね、物事考えやんと喋るから結構バカっぽいとこもあんねんけどもね、うん、だから、うん、もうちょっとそこ考えて話せやってよ言われたりもすんねんけどもね、うん、でもやっぱりその頭で考えて喋ると、人間って見たものを頭で処理して考えて喋るけど、心が喋ることって本当に、ね、自分が今思ってることを話してるからね、そうやって自分に正直に心でお話したいなって、心で生きたいなって思ってるから、うん、そんな感じなんです。やっぱ人間ってね、どうしてもその防衛本能とか自分をね守るために言葉選ぶこともあるけど、あっちゃん言葉をできる限り選ばない。だって嫌われたら嫌われたでしょうがないし、あっちゃんの自然なところをね見てもらって好きになってもらえるのがベストやって思ってるから、はい、そういうことです。だから、うん、だからね、あっちゃんね、周りの人っていうか人間全てがね好きなんです。っていうか人間が大嫌いやったんです、昔。これまた今度お話します。人間不信に陥ったりね、人間が嫌いやった、人と関わるのが大嫌いやったんやけどもね、今は逆、人間が大好き、人と関わるの大好き。だから、はい、ね、だからね、そうやってね、やっぱりその頑張ったりね、うん、背伸びしたりして結局疲れちゃうんよね。その通りなんですよ。だからね、誰にだってコンプレックスある。でもそのコンプレックスは、コンプレックスって思ってるのは自分やから、人はそんなこと思ってない。逆に自分がチャンポイントや思ってることは、人はそれは嫌いかも分かんない。そんな関係ないの。自分が自分らしく生きることでね、うん、輝くって思えるの。
あっちゃんだってコンプレックスの塊、人から見たらね、いろんなこと言われる。でもそんなんも気にせず生きてたら、ね、最近ね、あっちゃんが綺麗になったとか輝いてきたって言われることもあるんだけど、それはね、あっちゃんが好きに生きてるからじゃないのかなって思う。だってそれは見た目とか関係ないと思うよ。こんなね、こんなあっちゃんでも輝いて見えるっていうのはね、うん、なんかね、そう、自分らしく生きてるからじゃないのかなって思ったりもします。はい、まあね、ちょっと自分を過小評価してるとか、過大評価してるところがいっぱいあるけどね、あっちゃんは。はい。はい、ちょっとね、うん、昔からね、うぬぼれ屋さんとかよう言われてたけどね、うん、なんか、うん、ナルシストとか言われてたこともあったけどね、はい。自分のことが好きです、正直。っていうか、自分のことを好きにならないと、生きてて辛いです。自分大好きなんです。だからね、こんな自撮りをみんなにね、見せることができるようになった。自分一番大嫌いな自分やったのにね、いつの間にか自分が好きになっちゃいました。はい、ということです。はい、で、寝る前出すのに、夏子の夏さん。はい、はじめまして。私は毎日あっちゃんの動画を見て元気もらってます。あっちゃんのお話を聞くと、気持ちが自然と落ち着き、スキンケアの時、お部屋で一人ぼーっとしてる時、夜になってどうしようもない寂しい気持ちがやってきた時、過去に、過去に戻ってかな、いろんな動画を拝見しています。あっちゃんのチャンネルは動画を見ているという感じがせず、私は何も話していないのに不思議とお話しているような気になります。嬉しいな、そう言ってもらえたら。うーん、あっちゃんもそう、こうカメラの向こうのでね、みんながいてるっていうね、だからみんなにこう話してるんだけど、カメラの前で見てくれてるあなたにお話してるっていう感じでお話しさせてもらってるね。それをね、気づいてもらえてすごい嬉しい。うん、だからあっちゃんすごい寂しがりやな。で、時々独り言も言う時もあるんだけど、誰かとこう話してる時ってすごい安らぐんね。で、安心するし、だからみんなとお話してる、誰かとお話してる、だから誰かとお話ししながら何かをしてる。だから運転しながら雑談動画って、雑談っていうか、それは一方的にお話してるんじゃなく、対話をしてる感じであっちゃんは思ってる。でもやっぱりね、カメラの向こうやからお返事はもらえへんのは分かってるから、あっちゃんが一方的に喋ってるみたいな動画になっちゃってるけど、みんなとお話ししながら、言ったほんまは助手席に乗ってくれてお話ししながらこうやってドライブしてるっていう感覚であっちゃんはお話してるの、うん、今もそう、こうやってね、コメントしてくれてることにお返ししてるっていうことは、対話してる感じでお話しさせてもらってるの、うん、だからね、なんていうのかな、ほんまに目の前でいて一緒にこうね、お話ししてるよって感覚になってもらえたらすごく嬉しいです。ちゃんね、このお話で癒されたって言ってくれるの本当嬉しいの。ありがとうね、はい、これからもよろしくね。で、和代さん、はい、今もずっとあっちゃんの動画見てたって、うちの11歳の娘ちゃまもあっちゃんの大ファンなんだよって、ありがとうございます。はい、結構ね、子供ちゃんってあっちゃんの動画嫌いな人が多い。まあ男の子は多分ね、あっちゃんのネル嫌いな子が多いと思う。でも女の子はてか女性って結構ね、受け入れてくれる人が多いの、うん、でも男性は毛嫌いする人が多いっていうか、うん、結構いてたりするんだけどね、はい、何なんでしょう、よくわかんないけど、でも嬉しいな。でも11歳の女の子にね、喜んでもらえたら嬉しいです、うん、娘ちゃんにもよろしくね。ね、はい、娘ちゃんありがとう、見てくれて、名前わからへんからごめんね、これからも見てね。沢子さんがコメントくれてて、沢子さん、母にもおすすめして一緒に動画見たりしてます。母曰く話し方が好感が持てるみたいですよ。私も癒されてます。時々見せる笑顔も、ごめんなさいね、はい、コメント頻繁にすると返さなきゃって労力も増えて申し訳ないので、ほどほどにしますね。ほどほどにしないでください、いっぱいコメントください。あっちゃんコメントが元気のもとなんです。ただあっちゃんコメントのお返事がね、なかなかね、ちょっとね、ここ 2,3 日間でできへんかったからね、だから今ちょっとね、動画でお返事させてもらってんだけどね、もう打ち込むとね、ミスタイプ多いから、あー戻して、あー消してって、なんかすごい時間かかっちゃうので、もうこうやってお話ししてたら、うん、あー噛んじゃったみたいな感じでさらっといけるんで、うん、それだし、なんかね、お話コメントよりもこうお話しした方が、多分表情も一緒にお伝えできるから、あっちゃんもこうコメントのお返ししてて、こっちの方がすごい嬉しい、嬉しいというか、やっててすごい、なんかなんていうかな、
なんかお話、ほんまに対話お話してるみたいな感じがするから、うん、これからもうコメント書くんじゃなく、こうやってお話でしょうかな、何日かおきに手抜きですか。はい、まあね、あれやねんけどもね、あの、うん、お母さんに見ていただいて嬉しいわ、うん、結構ね、親子で見てくれてる人いっぱいいてんの、うん、っていうのね、うん、あの、はい、名古屋の妹ちゃんも、うん、お母ちゃんも見てくれてるし、はい。ね、で、あの、ね、他にもね、うちの母と見てますとか言ってくれるの嬉しい、うん、だからね、あっちゃんはね、老若男女、いつも言えへんの、老若老若にゃんにょ、はい、あの、分かってください。いつもミキちゃんにね、にゃんにゃって言われてるの、うん、これはね、昔から言えないんです、はい、ごめんなさい、あの、に愛されるあっちゃんでありたいなって思ってるの、うん、だから嬉しいです、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、はい、でね、時々見せる笑顔、はい、あの、いろんな笑顔をお届けしてる、うん、あの、困った笑顔とか心からの笑顔とか、もうほとんどね、あの、あっちゃんの心が出してる笑顔やと思うんだけどでもね、あの、嬉しいです、はい、コメントはほんまほどほどにしないでくださいねあっちゃんコメント嬉しいから、はい、さばかさんありがとう、はい、次巻愛さん、焼きうどんのとこにすき焼きのタレと黒胡椒でも美味しい、でも、あ、美味で、具はちくわとキャベツ、仕上げに鰹節です、味噌バター、キャベツ、豚肉の組み合わせもあるよ、うーん、あとはうどんでナポリタン、教えてくれてありがとうございます。すき焼きはやったことない、うん、でもすき焼きの後に うどん入れるから、多分これは美味しいと思う、いつかやってみたいと思います。ただね、うちね、すき焼きのタレ使わへんのよ、いつも醤油と割り下は使わんと、醤油とお砂糖を入れてすき焼きのタレ作るから、それで一回やってみます。で、割り下買ってきてもいいよね。うん、一回やってみます。はい、そういうのが楽かも。で、ちくわキャベツ、ちくわもキャベツも今あるから、はい、かつお節もあるから、はい、近いうちにやります。ありがとうございます。あ、うどん使っちゃった昨日。うどん買ってきます。はい、味噌バターキャベツの豚肉。味噌バター美味しいね。そういや、味噌とバター最近合わせてないや、はい、やってみます、ありがとうございますと、ね、うどんナポリタンはね、 やりました昔に、美味しかった、うん、これはね、やった。でもね、1回目ね、大失敗した。ちょっとうどんがね、なんか、あの、味が薄かったっていうか、うん、薄まっちゃって、多分ナポリタン そのケチャップとかの配合具合間違えたかも。2回目はね、成功した、美味しかった、うん、ケチャップの焦がし具合かなで、うん、うまくいきました、はい、またね、うん、愛さんに教えてもらったことやりたいと思います、はい、で、はい、次また巻愛さん、愛さん、気圧の関係で、あちこち痛くなって、弱いところが一番痛くなるわよね、揚げ物作ってて油跳ねてびっくりして、肩をピクって動かしたら通称ぎっくり肩になりました。あらら、大丈夫ですか。 あるね、そう、肩からね、首からピキってなってね、寝違いみたいになることあるよね。あっちゃんも時々あります、はい、うん、あれね、ぎっくり腰はなったことないけど、ぎっくり肩は何度かなりましためちゃくちゃ痛いんで、時間かかるのよ、治るの。またね、気をつけてくださいね、はい、で、気圧の関係でね、あちこち痛くなるのあるんよ。あっちゃんね、バイクでちょっと事故してるから、ね、サーキットで数えきれへんぐらいこけたで、街中でおじいちゃんとぶつかってこけた、うん、それのね、後遺症で、うん、気圧の関係で頭痛とかなります。肩、首、この辺パッキンパッキン痛くなるの、うん、辛いんですよね。で、いろんな病院かかったけどね、原因不明で治んないって言われて、結局ね、きつい頭痛薬出されて終わりないよね、はい、今も、ね、もう一緒に付き合って生きるしかないかなと思って生きてます、はいはい、で、もう一件、愛さん、鶏ハム、我が家では砂糖と少しハーブソルトと普通の塩と粗挽き黒胡椒で1日置いてから茹でてます、はい、あちゃん茹でるのめんどくさいからおかまちゃん使ってますいろんなね、ハーブソルト使ったりね、ハーブ使ったりね、粗挽きの黒胡椒とか、あちゃん使ってるけど、まあそんなんでね、バリエーション作ると美味しいんよね、はい、ね、ハムはね、いろんなこと、
あと生バジルとかね一緒に練り込んでも美味しいと思う、うん、バジルが早く育ってほしいな。やっとねこれぐらいに育った、うん、もうちょっとこう株分けできてきて大きくなったら使いたいと思います。はい、で神定星空さん、バブル感半端ない。はい、バブルの頃は良かったですよね。はい、あの、うん、でもね、バブルの頃は子供でした子供っていうか成人してませんでした。だからバブルは乗っかれてない。でもね、あっちゃん多分ね、もう何年か早く生まれてバブルに乗っかってたら億万長者になってたと思う、うん、言ってたんよお父ちゃんに。バブルの前にね、車あれアルタの車安いけどバブルもうちょっとしたら値段上がるよ、なんかそんな感じがするよって、これとこれと買っときって言ってたんけど、買ってたら100万の車が億近く上がってたんですね。はい、まあそんなことになってたあっちゃん多分ね今ここでねこんなお話してない、単なるいけすかないやつになってたと思う。思いっきり人のことばかりしてたもんね、うん、多分ね、バブルの頃にもちょっといけすかないやつになってて、人をね、もうこけおろしてるようなひどい人になってたと思うからね、お金持ちにならんくてよかったって思う、はい、でもね、バブルのあのね、華やかな派手さは嫌いじゃないです、はい、あっちゃん大好きです。あっちゃん派手なね、みんなでバーってやること大好きなんです。はい、で、タポタポさん、タポさん、タポちゃん、はい、ツイキャスありが楽しみです、ありがとうございます。ツイキャスもしたいけどもね、今夜はね、今夜はってこの動画何時にあげよう、早くあげよう、うん、今夜は6月12日の、YouTube ライブができるようになったから YouTube ライブでやります。で、6月の24日金曜日夜9時から YouTube ライブ2時間ぐらいやります。はい、またね、それ公式に告知します。はい、ツイキャスもねやりたいんで、ツイキャスもやってみたいと思います。ツイキャスね、携帯からできるから、携帯でお外でこうやり自撮り棒かなんかで持って お出かけツイキャスでもしようかなはい、はい、それで、泉さん、泉ちゃん、はい、あっちゃん世代はやっぱり聖子ちゃん、明菜ちゃんの世代でしたか。やっぱり、ちなみにあっちゃんどっち派でしたか。あ、先に答えちゃった、さっき。ね、聖子ちゃんも明菜ちゃんも好きでした。どっち派でもない。聖子ちゃんのフリフリでブリップリなアイドル、うん、みたいなアイドルも好きやったし、明菜ちゃんみたいなクールな、みたいな、アイドルも好きでした。だからね、うん、どっちも好き好き。うん、聖子ちゃんは好きやった。もうね、聖子ちゃん全盛期の時も聖子ちゃん声で歌ってたんだ、うん、へでしのえって、え、忘れた。私の秘密あげたいわ言ってね、モノマネしてたで、明菜ちゃんの、うん、私少女へみたいなそんなモノマネしました、うん、結構ねいろんなモノマネしててんけど、声が変わってでんくなった、うん、子供の頃ですのお話です。はい、はい、また泉さん、泉ちゃん、あっちゃんとお揃いだって、私のは引っ越し屋さんバージョンだよって、あ、にゃんの貯金箱かわいいよね、あれ思わず買っちゃった。こう並んでて、あ、かわいいとか思って、何やったかな、ネットで、いや、お店で見たん、確かね、上新かなのキッズランドって、なんかおもちゃのコーナーでいっぱい並んでて、いろんなあって、うん、みかん箱買ったいろんないたもんね、ほんまね、虎猫欲しかったんけどね、三毛猫ちゃんやったあっちゃん虎猫飼ってたからね昔、うん、可愛かったんよ猫ちゃんまた猫ちゃん飼いたいな。はい、で、はい、次、ケーターハムスーパーセブンマニアさん、やっぱりプジョーはフレンチブルー系が似合いますね。そうですよね、やっぱプジョーって言ったらフレンチブルーですよね、うん、あっちゃんもそう思います。本当はね206が欲しかったんよ、昔ね、もうちょっと前にね。で、206を、白赤の WRC カラーにして、でっかいウィングつけて走ろうか乗ろうかなと思ってたんで、ね、でも
街中でまさかね、うん、そこまで激しくするのねと思いながら、結局街中で飲んでたフレンチブルーやなって、プジョーはフレンチブルーっていうイメージがやっぱりガツリついてて、であっちゃんね青ってあんまり好きじゃなかったね、まあ今日は青い服着てる、最近ねあのヘップバーンさんに似合うって言われてるから青時々着てるんだけどねだからあの青がね好きで、あ好きじゃない、青があんまり好きじゃなくて赤系暖色系が好きやってんけど、うん、プジョーは乗るんやったら青って思ってた。で今回はねもう慌てて車買わんといけんことになったから何でもよかったんやけどね、偶然青が出てきた。それも307の後期、うん、もうあっちゃんが欲しかった車がね出てきた、うん、で嬉しくて思わず買っちゃいました、はい、すっごく気に入ってます、はい。次ね、とは伊勢山さん、はい、初コメです、ありがとうございます、今まで女性の方だと思って見てたので本当に驚きでした、未だに信じられません、ありがとうございます。あの女性って言っていただけるのが一番嬉しいです、はい、っていうかね、あの女性として生きたいです、女性として生きていきたいです、はい戸籍まで変えるのはねまだ無理なんよ、うん、ちゃんとね、体すべて男、あの男の取り沙汰されてね、女の子になって、で子供が、成人してることが条件やからね、まだまだ先です、うん。下の子ちゃんがね、成人するまでダメなんでね、うん、だでも女性としては生きたいです。生きていきたいです。はい、で好きなものは、食べて幸せに感じるものって、なんだかとっても素敵ですねって。私は好き嫌いあるのでとっても尊敬します、これからも頑張ってください、ウルトラパワーめちゃくちゃ応援してます、ありがとうございます、ね、うん、好きなもの食べたりね、そういうところで幸せ感じるの、うん、やっぱりね、ご飯食べられるか食べられへんか分からへん状況をね過ごしてきて、それを通り越したら食べられることに幸せ感じるのね、でその中でも好きなもん食べたらすごい幸せな、うん、だからもう心から幸せを感じてるからね、はい、本当ね食べることって幸せだなって思います、はい。でね、好き嫌いね、あっちゃんも好き嫌い激しい、子供の頃はねすごい好き嫌い激しかった、あれダメこれダメこれダメあれダメもう米もダメそれぐらいね、うん、好き嫌いが激しかった、で嫌いなものは食べない、好きなものだけでお腹満たしたいっていうタイプだった、うん、ただねだんだんね好き嫌いがなくなって、だいたいね好き嫌いがなくなるのは好きな人の影響、カレー嫌いやったんカレー好きになったんが、ね、中学の時好きな子の影響で、他もいろいろあるね、納豆が好きになったも好きなアイドルが好きやったからの影響納豆嫌いなわけじゃないけどね、食べへんくて、うちのねお父ちゃんが嫌いやから食べてなかったからね、あとサバ寿司とかもは食わず嫌い、お父ちゃんがね、ダメって言うから食べてなかったけど食べたら美味しかったとかね、そんなんがあったりで、で最後の最後まで残ったんが椎茸で、これはみきちゃんが克服してくれました、はいって感じで今好き嫌いないんです、はい何かね急に好き嫌いなくなっちゃうね、でもねまあね年いっても好き嫌いある人はいてるからね、まあね好き嫌いの嫌いなものねわざわざ食べなくてもいいかもわかんない、うん、ただまあねその食のバランス、1タンパク質、1炭水化物、2野菜、それをね最低限で守って、あとね食のバランスと栄養バランスだけ考えて食べてたらね好き嫌いやっても大丈夫やと思います、はい、うん、好き嫌いしたからってねダメな体にならないとあっちゃんも思います、うん、嫌なもの嫌々食べてもね幸せ感じられへんから、それやったらね幸せ感じられるものを食べてください、で時々嫌いなものにもチャレンジしてみてください、嫌いなものをチャレンジしたら急に食べられるかもわかんないから、はい、っていうことです、はいね、これからもね、あっちゃんもめちゃくちゃパワー送ります、はい、パワー、ね、幸せパワー送るからね、はい、応援してください、はい、ね、ありがとうございます、はい、で、次、巻愛さん、私も卵サンド大好き、卵サンド美味しいですよね、みなちゃんも大好き、子供の頃から大好きだった卵サンドは、うん、いつもね小学校の頃ね4年生ぐらいまでお弁当やったんよ、時々 お母ちゃんがお弁当作られへん日とかは
近くのパン屋さんとかで朝からパン買っていくね。その時いつもね、卵サンドとカツサンドとコーヒー牛乳買ってた。それ持って行って学校で食べてた。はい、で、引き続き巻合さん、辛い時はやり過ごすっていうのが、私は、寝逃げします。また生理周期、ホルモンバランスの関係で鬱になったり、急に肺になったりもします。あっちゃん頑張りすぎてませんか？どうなんでしょう。うん、確かにね、辛い日とかね、は、うん、辛い時とかはね、寝て忘れます、あっちゃんも。はい。で、ホルモンバランスで鬱かな、鬱かどうかわからへんねんけど、確かにね、精神的に辛い時もある。もうホルモンのバランスあんのかもわかんないですね。はい。で、頑張りすぎてるかな。多分あっちゃんね、楽しんでるからね、頑張ってないとは思うんだけどね。うん、昔は頑張りすぎてた。はい。ということでね、頑張るのをやめたら楽になりました。はい。ということでね、下の子が帰ってきました。でもね、引き続きコメント、あ、1時間やってるか。じゃあどうしようかな。まだ2日前なんよね。はい。じゃあ引き続き、ターコチャンネルさんのコメント、今更だけど自己紹介しますにくれたコメントに、次回の動画で、次回ね、からまたお返事したいと思います。ではまたね、バイバイ。はい。終わろうと思ったけども、2日前のコメントがあともうちょっとなんで、最後までいきます。はい。で、では、ターコチャンネルさん、癒されに来ました、ありがとうございます。癒しの場やと思ってもらえる、あっチャンネルは癒しの空間ですって思ってもらえれば嬉しいです、ね、今度からね、サブタイトル癒しの空間あっチャンネルへようこそって書いとこうかな。私は AKB では高見菜が好きです。高見菜ちゃん可愛いよね。高見菜ちゃんも、なんか、なんていうの、ちっちゃいけどもこう一生懸命なところあるもんね。あっちゃんね、最初 AKB ね、見た時ね、あんまりまあ興味なかったっていうかね、けども興味なかったっていうか、まあいろんな歌出してて、秋元さんの歌っていい歌やから、だから好きな曲調が好きなんね。で見てた時に目立ってたんがね、高見菜ちゃんが目立ってた最初の頃、高見菜ちゃんは気になってた。でなんかね、あんまり好きじゃな、好きってことね、嫌いじゃないけど、そんなにこうね、ずっと聴き入るとかしてなかったね。で会いたくて会いたくてやったっけ、あの歌とかはね、なんか曲調好きでずっと聴いてたりはしててんけど、その後ずっとね、そんなに聴かないっていうか、見ないっていうか、そんなに興味なかった時代があって、でちょうど、エブリデイカチューシャとかね、あの辺りぐらいからまたね、よう見るようになったんよ。ちょうど総選挙とかやる頃かな、やった頃かな、忘れたけど、別に総選挙し、CD 買って応募とかせえへんけどね。その頃ぐらいからこう見てて、前田あっちゃんとか、大島優子ちゃんが可愛いなって思ったり、あとはそう、どうだろう。もう一回やろう。なんか一気にやる気が失せてきた。はい。50分ぐらい喋ったから終わろうかな。子供も帰ってきたし終わろうかなと思ってんけど、今ちょっとピューってスクロールしていったら、2日前のコメントがあともうちょっとやからね、全部言っときます。でないとね、キリ悪いもんね。はい。ということで、ターコチャンネルさん、癒されに来ました。
ありがとうございます。癒しの空間あっチャンネルっていうね、サブタイトルつけましょうかっていうぐらいね、癒しの空間で ありたいなと思ってます。はい、癒されてください。はい、で、私は AKB では高見菜が好きです。高見菜ちゃんも可愛いもんね。うん、あっちゃんね、最初の頃あんまり AKB は見てなかった。ちょうどね、総選挙やりだした頃かな、前田のあっちゃんが歌ってた頃、エブリデイカチューシャとか、フライングゲットモーターとか、とかね、シュシュ、ね、シュシュ忘れたとか、あれとか、ヘビーローテーションとか、あのあたりの曲がね、ちょっとなんかこうアップテンポで好きやったから、その頃はね、よう見たり聞いたりしてた。だからね、前田あっちゃんとか、大島優子ちゃんとかがやっぱりね、トップで歌ってて、なんか頑張ってて好きやったね。うん、で、まあ高見菜ちゃんもね、最初の頃ね、ずっとね、昔会いたくてとかね、歌ってた頃は高見菜ちゃんがすごい目立ってて、うん、可愛いなと思ってた時期もありました。うん、一生懸命やしね、あの子ね、うん、一生懸命なね、ああいう人好き、はい、で、最近だからね、なんかみんながこう抜けていって AKB の魅力がなくなってきたなって思い出してくるまあね、あれも一緒やね、モーニング娘。もそうやね、最初の頃こう目立ったメンバーだんだん抜けてきて、なんか薄くなっちゃったみたいな感じになって、ぼちぼち AKB も影薄くなってきてるよねって。で、今回の総選挙もう全然もう歯みたいになってた誰これみたいな言って怒られるけどね、ファンの人ごめんなさいね。うん、なんかね、指原ちゃんはちょっとね、トップじゃない気がするお笑い系やしね、まあ悪い子じゃなさそうやけど、はい、ね、まゆゆとかこじはるちゃんはね、あんまり好きじゃないのあっちゃん、はい、怒られるけどね、ファンの人には、はい、ごめんなさいね、ファンの人で、うん、そうで、はい、AKB の話はこの辺で置いといて、はい、私も性的な複雑な感情を学生の頃持ってて、苦しくて辛かったこともありました。あっちゃんさん、さんいらないです、あっちゃんでいいですよ、はい、あっちゃんとまた違う内容だと思いますが、私もいつかあっちゃんを見習って、そういうのをみんなに告白できたらいいなと思います、はい、あっちゃんもね、すごく悩んでた、うん、もうね、悩んでた、いつからって、多分ね、物心ついた頃からあっちゃん女の子だって思ってたからね、うん、それも言っちゃダメなことやと思って、あっちゃんはずっと隠してて、心がね、うん、やっぱ壊れちゃったもあるからね、やっぱりね、うん、確かにね、告白しにくいのね、こういうのね、性的少数派って言われるぐらい、やっぱりね、普通じゃないって、まあ普通の感覚、普通の普通って何よってあっちゃん今は思うけどもね、他の普通の人から見たら普通ってじゃないって思われてるって自分で思ってるから、ね、ややこしいけど、だから告白しづらいけども、自分は、性的少数派やけど、自分の考え方はこうなんだって信用通せるようになってね、自分らしく生きるとすごく生きるのが楽になるの。だからね、ほんとね、こうやって悩んでね、命自ら絶っちゃう人とかでもいてんのね。だからそうなってほしくないから、ね、そんなね、苦しんで命絶つほど苦しむんやったら、命絶つより自分のね、性的マイノリティを告白する方が楽やから。で、楽になったら生きることも楽になるから。ただやっぱり家族、特に家族は反発してくることが多いのね。今ね、何人かやっぱり相談してくれてる人もいてるけど、家族の反対が結構多いの。だから家族からの反対をね、跳ねのけるのは辛いけどもね。もうまあ、ね、そこはまあ辛いかもわからへんけどもね。そこもでもね、家族やからこそね、心を割って話したら分かってくれると思うから、時間かけて話してみてください。まあ今すぐに告白せっていうわけじゃないけどもね、うん、ちょっとね、ちょっとずつ勇気を出してください。もしね、何かあったらあっちゃんに直接ね、このね、コメント欄とかで書きづらいこともあってもね、あっちゃんがね、やっぱそういうね、性的な感情で、悩んでたりしてたらね、ある程度ね、共感できるとこもあるかもわからへんしね、お答えできることもあるかもわからないので、よかったら相談してくださいね。直接ね、コメントで書きづらいことは、
あっチャンネルの概要欄にメールアドレス貼ってるんで、そこからメールくれたら、ね、もちろん Facebook でもいいです。 Twitter でもいいけど、 Twitter は時々ね見忘れることがあるんで、うん、ベストなのはメールか Facebook か LINE です。はい、よかったら相談してください。できたらね、タッコチャンネルさんもね、辛くてこう自分の中で考え、苦しんでるんやったらね、ちょっとでも手助けできたらと思います、はい、告白するところまで至らなくてもね、ほんとちょっとでも心が晴れたらなと思うんで、よかったら相談ください。はい、で、51カズさん、いつも楽しく見せてますよ。ところで、あっちゃんは神様の話をしてますが、キリシタンですか？ちょっと気になったので。無宗教、無信心です。一切神様じゃないわ、そういうね、宗教絡みに信心はしてません。宗教はね、人間が作った偶像、ないものを崇拝する行為やってあっちゃんは思ってる。偶像崇拝は、なんていうのかな、人が作り上げたものだから、人が作ったものっていうのはあっちゃんは信じない。神様はね、やっぱり神様は人を作ってくれた。だからあっちゃんは感謝もして、崇拝するけど、あっちゃんなりの考え方でやってるだけで、まあ、強いて言うたらね、あっちゃん教の教祖です。はい、あっちゃんが宗教じゃないけど、あっちゃんの考え方でみんなにね、幸せを広めてるっていうか、幸せになってもらいたいなと思ってやってるだけのことで、一切キリスト教ではないです。ただね、キリスト教の教えってすごくいいこともあるし、まあ、聞いてていいなと思うことは取り入れます。ただキリスト教のね、全ては知らんけどもね、聖書も読んだことないけどね、世界一のベストセラーにね、読んだことないけども、キリスト教の教えでいいなと思うことは見習うし、なんか違うと思うことはしない。だからってキリスト教に入信することもない。なんとか教とかね、なんとか教会とか、そんなもんに、入信する気もさらさらないです。あっちゃんはあっちゃん独自の道で行ってます。はい、そういうことです、はい。こういうのはね、ちょっとコメントで返しとかんとね、みんなに見てもらいたいし、はい、と思ってます。で、あともうちょっとです。花さん、声の主は守護霊さんだったのかもしれないですね。怖い話の時ね。かもわかんないですね。気づけて帰れようなんてね、悪霊言ってくれへんもんね。でも結構ね、優しそうな声やった気がする、うん、もう結構前のことではっきり覚えてないねんけどね、うん、はい、怖かったよでも。で、やらない壁さん、おむひやしうどん、初めて聞いたけどかなり美味しそう。味は普通の冷やしうどんと一緒です。並べ方変わってるだけです。でも美味しいですよ。夏場はね、やっぱり冷やしうどん美味しいですから、よかったらね、こうやって見た目で変わったものを食べてみて、作ってみたら、雰囲気が変わるんで、試してみてください。で、引き続きやらない壁さん。俺も太鼓の達人シリーズ持ってます。太鼓の達人面白いよね。あっちゃんね、ゲームセンターのこれも好きや、時々やるけどね、ここ顔めくれたりするけど、うちの子供ちゃんはもう大好きで、Wii とかプレステとか DS とか出たら全部欲しがんの。ね、時々買わへんねんけどね、全部買ってたら大変やから。で、大体ね、自分で買うことが多いんよ。お年玉とかもらって。で、毎回同じもん買っても同じやでって、曲変わってるだけやでって考えて買いやっていつもアドバイスだけするの。で、今回買う、今回買わないとか言ってやってる。うん。もう今回のね、3DS のは、東宝プロジェクトの歌が入ってるから、買ったみたい。東宝プロジェクト大好きなうちの子2人とも。うん。だから、あれは欲しかったみたいです。東宝出たら買うのになってずっと言ってたの。で、前回かな、買った時に、次も東方局入らへんかったら太鼓の達人買わへんって言ってた。それが入っちゃったんです。はい、だからね、カラオケもジョイサウンド行くのは、ジョイサウンドは東方局がめちゃくちゃ多いのね。だからジョイサウンド行ってます。はい、おまけです。おまけでいらんこと言っちゃいました。はい、で、小鳥さん、はい、ね、美味しそう。あっちゃんの作るご飯は愛情たっぷりやね。はい、やっぱりね、みきちゃんが産んでくれた可愛い我が子やからね、愛情たっぷりに育ててあげたいなと思ってます。はい、上田かなみさん、はじめまして、私かなみと言います。いつも動画拝見させていただいてます。チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。これからもね、いろいろと動画上げていきたいと思うんで、よろしくね。
続いて上田かなみさん、かなみさん、はい、Facebook で友達申請させていただきました上田かなみです。美味しそうですね、ありがとうございます、はい、味はね普通のあのざるうどんと同じやねんけどもね、見た目変わるだけで美味しそうに感じるんよね、はい、やっぱりね、うん、そういうのも時々ね、うん、いつもやってると疲れるから時々やることにしてます、はい、よかったらまたね気分変わるんでやってみてください、ルカンさん、あっちゃん早速ハム作ってみたよ、今日夜食べてみます、食べます、楽しみ、夏のお昼は、麺必須ですね、子供ちゃんたちも喜びますよね、うちも大抵お昼は麺です、ね、やっぱりね夏になるとお昼やっぱり麺ですよね、 楽やし美味しいし、うん、さらっと食べられるし、ちょっとねあの食欲なかったも食べられるしね、うん、あっちゃんちも麺が多いで、奈良やからね特にね三輪そうめんが多いの三輪そうめんね、あの三輪そうめんってそうめんね2分とかで茹で上がるし楽やしね、台所でできるだけ長くいたくないから、ただねあんまりねそうめんばっかりやってると飽きられるから、いらんとか言われるから、そうめん、うどん、うん、冷や麦、そばみたいなで、冷やし中華、冷麺とか、ね、そんな感じにローテしてやってるの結局麺かいみたいなね、はい、でも楽やし美味しいもんね、はい、ハムどうでした、美味しかったですか、ね、自分で作ったハム美味しいもんね、うん、で好きにね ゆで加減というか中の仕上がり加減も作れるしね、あっちゃん今回ちょっと生ハム風にやってみました、はい、美味しかったです、はい、でタタポちゃん、はい、オム冷やしうどん、え、美味しそう、愛情たっぷりのご飯、はい、愛情たっぷりでね見た目を作ったけど味は一緒やけどもねやっぱ美味しいです、うん、楽しいしね、見た目を変えるだけで美味しく感じますね、やっぱりね、はい、ユニコーンさん、1人前20円のこれ何かな、何かの動画に美味しそう、今度作ってみます、1人前20円の何やったっけ全部が出てないからね、あ、サバ缶の混ぜ寿司、これめちゃくちゃ美味しいの、うん、これサバ缶、まあちょっとねリッチに酒缶使ったりカニ缶使っても美味しいんだけどもね、もう最悪カニカマでも美味しいまあ、ね、魚介類、うん、サバじゃなくサンマでもいいしやけど、うん、今回サバでやってんけどね、サバの混ぜ寿司は美味しいです、あっちゃんのおすすめです、あっちゃんも大好きです、はい、ぜひぜひやってみてください、はい、で引き続きユニコーンさん、ね、レッドブルのサマーエディションの動画でコップに注いでる時の音が好きです、あれいいよ、なんか気持ちいいよね、はい、あっちゃんも好きです今度カメラのめっちゃこの近くでやりますはい、はい、ここでね2日前までのコメントが終わりましたってことで、ね、次回ね1日前やけどまたねちょっとずれちゃうから日にちが分かんないんで、20日のコメントかな、はい、になると思うんで、ね、6月20日にいただいたコメントさん、ミミさんからもらったコメントを引き続き次の動画で返したいと、お返ししたいと思います、ね、ではまたね、バイバイ。